坂本弁護士一家殺害事件などで殺人の罪に問われ、死刑が確定したオウム真理教の元幹部岡崎和明死刑囚の死刑が執行されました。岡崎和明死刑囚は1989年2月。静岡県富士宮市でオウム真理教を奪回しようとした。田口修司さんの首を絞めるなどして殺害した。ほか11月。 坂本美弁護士夫妻と長男の辰彦ちゃんの殺害に実行犯の1人として関与したとして殺人の罪に問われました一審2審で死刑判決を受け上告しましたが2005年に最高裁が退け死刑が確定していました法務省は今年3月岡崎死刑囚を東京拘置所から名古屋拘置所へ移送していました